韓国のチョグ国元法相が6日、柳財州元プサン市経済副市長の汚職疑惑に関する調査を打ち切った疑惑に関する3度目の聴取を受けるため、検察に出頭した。これを前に、検察が請求した拘束令状が帰却されてから10日目のことだ。著元法相はこの日午前、東部地検に到着し、 非公開で庁舎に入った。午後現在も聴取が続いていると伝えられている。